寄せ車を行くと目の前に、祈祷とかもされる方が今日も朝早くからお勤めの方がです、ね、なかなか見れないですこれも実はこの時間だから見れるんですね。でこのところに御朱印をいただいたりするとこですね。で祈祷伝統先生になります。一度ね、でもね、神楽の舞は見てもいいかなと思うんですけど、ね、全然見ない。なかなか見れるものでもないので、お子さんの舞も正式な舞はなかなか見る方も少ないので、まあ、行かれると思います。ぐらい見てますけどね。神楽のであまりにも人が少ない時だとこれ十何人かで笛とかそういうのもあるんですけど二人で一人で一人することもあるので最近はねなんかその男性の舞も尋常舞を見せるようになってからこう何人かで集めてやるようになったような気がしますけども昔はあんまりグループで見てたことはないんですけどね。伊勢神宮の、一番大きなところですね。方向に皆さん向かってます。皆さんどうですかね。私もあれ白いのを着てたこともあるんですけどなんか懐かしい風景というか、なんていうかですかね。